シーポップシネマはレッドクリフパート2の記者会見。2009年2月5日東宝シネマを貸し切って金城武史が登場しました。昨年爆発的に大ヒットしたレッドクリフの後編です。まずは予告編をご覧ください。 Next April The epic story of the final battle concludes here. 胜利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 。Red Cliff, Part 2. 続いて記者会見をご覧ください。でも率直にすごく嬉しいですね、個人的に喜ぶのもあればそれよりもやっぱり監督のために喜んでる方が多いかな。僕が参加してるのはたかが一つの役で多分一番中では一番これだけ役者がいても一番苦労しなかった方だと思うので、皆さんの流した汗かかった時間、それと先ほどおっしゃったいろんな困難があって、多分考え出してから企画してから3年4年は経ってやっとできたものなので、やっぱ監督にとってはすごく大きなものをやり遂げて、そして、パート1これだけたくさんの皆さんが見てくれてことは本当にいいことだなと思いますね。あとはそうですね、何でしょう、これだけいろんな国の役者そしてスタッフがみんな集まって、そしてこの世界中に有名な三国志という話を今まで映像化されなかった内容を頑張ってジョブムさんが映像化して、それをいろんな方がこれだけ多くの方が見てくれて、そして好きになってくれるっていうのは本当にやっぱ嬉しいですね。日本のファンの皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。我想尤其是三国这个题材在日本是非常所被大家喜欢了解的题材，那赤壁能在日本取得这么好的成绩，我觉得是一个指标性的荣耀，而且是属于导演的。谢谢。本当にとても嬉しいです。でも、Red Cliff Part 2はスケールもっと大きい、もっと壮大、もっと面白くて、もっと感動の部分もいっぱいあります。皆さんぜひ、Red Cliff Part 2も楽しみください。エンディングの部分も。アラの歌もぜひ聴いてください。見どころはやっぱり今までは孔明さんに関する持っている知恵、あとは監督が前も言ったと思うんですけど、いろんな陣の戦いの陣の組み方が文字で記されている方が多くて、あまり映像でちゃんとそれを撮った人がいなかったので、今回はその孔明の部分に関してもどうやってその矢を借りてきたかとか、どういうふうに周遊と組んで、味方も騙して敵陣も騙して、戦略していったかっていう、一番僕思い出があったのはその矢を借りてくるっていうシーンですね。曹操の軍に霧が出る時期を計算して、で偽物のお人形いっぱい作って、攻めに来たよって騙して矢を撃ってもらうんですけど、やっぱそのシーンが一番印象強かったですね。今までちゃんと見たことなかったし、実際撮ってる時も本当にもちろん CG もあるんですけど、目の前と目の後ろでちゃんとした矢が飛んでるんですよ。それがすごく本当は怖いんですけど、孔明さんは怖くない表情しないといけないので、すごく冷静ですよね。冷静、中にいらっしゃる孔明さん、僕の相手役の方は怖い表情していいので、一人だけでずっとちゃんとしてる表情をするのがちょっと辛かったです。翔くんは、
柔らかく力強く水のような女性です。那在塑造这个小乔的形象的时候，其实我是透过和导演的沟通，导演引导我去贴近这个角色。那我觉得导演只告诉我唯一的要求，就是要真实然后自然，所以我觉得就好像用心然后好好去感受，然后希望透过这样的感受，观受观众们也可以感受得到。レッドクリフパート2お楽しみに。冷静札幌シネマクラブレッドクリフパート2、戦いはレッドクリフへ。返そうだ男ぞ。20歳以上の方限定の試写会です。ご覧の宛先まで。あのレッドクリフパート1がいよいよ DVD& ブルーレイで登場。来たー。今すぐ店頭で手に入れろ。嬉しい。これであなたもレッドクリフ三昧。レンタルも大回転中。日本列島を赤く染めたあの感動が、あの興奮が、今すぐ DVD& ブルーレイであなたの手に。レッドクリフパート1大好評発売中。就是我们要团结上下一心。パート2も4月10日公開。ついに超大作の完結となるレッドクリフ。観客動員数406万人、興行収入50億円を突破したレッドクリフパート1の DVD& ブルーレイ発売中です。アクションの天才であるジョン・ウー監督が世界的ベストセラー三国志を愛、勇気、友情をテーマに描いた超大作。初回生産限定版3枚組のコレクターズエディションには豪華特典が満載です。4月10日公開、レッドクリフパート2。さ、戦いはレッドクリフへ。男たちの結束が揺らぐ時、女たちの勇気が未来を変える。変えそうだ、男ぞ。レッドクリフパート2、いよいよ完結。